このコーナーは野々市市で活躍しているスポーツキッズを紹介します。今回は野々市ジュニアバドミントンクラブです。野々市ジュニアバドミントンクラブは小学生およそ20人が月曜木曜の夕方5時からと土曜の朝9時から野々市小学校体育館で練習を行っています。若狭監督に話を伺いました。野々市市スポーツ少年団に加入しておりまして、野々市スポーツ少年団としての側面が一つあって、でさらに、競技バドミントン、要するに、まあ、全国大会を目指すっていう、競技バドミントンの側面も兼ね備えているチームでございます。で過去にも、全国大会輩出している、何名か輩出している、経験もありますので、しっかりと、そういった側面を生かしながら、まあ、バドミントンだけじゃなく勉強の方もしっかりと両立していくっていうのが、まあ、モットーになっております。あと、礼儀、マナー、あと声も大事に考えております。練習の様子を見てみましょう。素振りやフットワークなどの基礎練習を行っています。はい、そのくらいだ、グラグラしない。はい、しっかり守る、はい、ここでメンバーに話を聞きました。なんかスマッシュとかそういう技が決められるところが楽しいです。勉強も両立して下の学年のお手本になるようなプレーをしたいです。クリアを打った時に奥に飛ばすことです。スマッシュなどを決められるようにしたいです。今楽しいのはみんなと仲良くなれたり、みんなと一緒に成長できることが一番の幸せです。北国杯出場して上位に入ることです。いろんな技を教えてもらったりすることです。得意技とかあるんですか？得意技はヘアピンです。北国杯に出ることです。普段の練習では、まあ、諦めないで、まあ、それができるまでやり続けようということを頑張ってます。これからの目標は県強化っていうものがあって、それにも入りたいし、全国大会で結果を残したいなと思ってます。みんなと一緒に協力して、やっていくというところが楽しいです。勉強とバドミントンどっちとも頑張って、成績を残していきたいと思います。皆さん目標をしっかり持って練習に励んでいるようでした。まあ、野々市ジュニアバドミントンクラブは、バドミントンだけじゃなく、仲間意識を大事にして、で勉強も、遊びも全部両立して、充実した、小学校生活を送っていただければなと思って、日々練習取り込んでおります。でみんなで仲良くバドミントンしたいので、ぜひとも興味ある方お越しください。興味のある方は市スポーツ少年団事務局までお問い合わせください。